はい、どうも、平井です。どうも、かゆです。今日なんですけども、はい、以前ね、リーグ情報で、はい、エアジョーダン1廃用時のリーグイマジンのシカゴなんですけども、はい、これがゲイラリスト国来ると、そうですね。いうような情報をやらせていただいたんですけども、はい、実は実際にはですね、他にもいろいろと、はい、そうなんですよね。はい、レアなスニーカーのリスト国が来てたということで、はい、今日はそのあたりをね、やってみたいなと思うんですけども、はい、その他リーグ情報がいくつかあるんですかね。そうですね。今後発売予定の気になるエアジョーダン1廃用時のパロミノや、はい、エアジョーダン1廃用時のユニオンのコラボの続方法であったりとか、うん、あと、少しだけまだアジダスの話させてもらいたいなと思ってるんですけど、はい、はい、このチャンネルではスニーカーファッションに関するリーグ情報や最新のニュース情報とかでお伝えするチャンネルとなっております、はい、チャンネル登録のお済みでない方この機会にチャンネル登録よろしくお願いします。暑いですからね、暑いんでね。今日僕ボロボロですね。めっちゃ暑いんですよ今日。ちょっと今日バグってます。はい、暑いんでね。暑いんでね。はい、僕らね SNS やってますんで、いうの忘れません。もう、はい、今日ちょっとなんかダメですね。暑いんでね、めっちゃ暑いですよ、はい、我々ツイッターとインスタグラムやってますので、はい、概要欄の方にリンクのがありますので、気になった方の方よろしくお願いいたします。暑いんでね暑いんでね、乗り切ろうとするっていうね。はい、じゃあ早速なんですけども、はい、エアジョーダン1廃用時のパロミノですね、はい、こちら9月2日に発売予定なんですけども、はい、その情報がアップデートされてますか。そうですね、はい、ジョーダンブランドの方から2枚だけね公式写真が出てきた、このエアジョーダン1廃用時のパロミノなんですけど、うん、ナイキの方からまあ全て揃ってる写真といいますか、公式写真が出てきてまして、まあ、9月の発売予定ということで出てきてるんですけど、はい、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、以前からずっと欲しいって言ってる、今のところ9月の2日もしくは9月の中頃じゃないかって言われてるんですけど、公式写真が出てきてるんで、まあ、来月の発売間違いないかなっていう感じですかね。楽しみですね。はい、で結構早い段階で公式写真出てきてるなって僕思ってるんで、もしかしたら前倒しのゲリラとかあるのかなと思ってるんですけどね。はあ、まあ、これに関してはね、まだストック数っていうのはちょっと分かんないんですけど、はい、改めてそのね、情報が出てきたらこちらでやりたいのと、まあね、以前はさせてもらってるんですけど、エアジョーダン1廃用時のダークモーカーと、エアジョーダン1廃用時のシャドウを足したようなモデルになってまして、ブラックのカラーとブラウンのカラーで構成されてて、中端の部分のナイキエアって書いてる部分が差し色でゴールドなんですよね。はい。はい、これブラウンの、カラーが使われてる部分っていうのは、これステードになってるんですよ。はい、そうなんですよ。ブラックのレザーの部分っていうのはスムースレザーになってまして、まあ、星1足なんですけど、で、これね、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、アメリカアカウントサイトの方が、海外の JD スポーツとフィニッシュラインの方で、近日中に限定アクセスがあるっていうふうにやってました。なるほど。最近ね、フィニッシュラインと JD スポーツに関しては、まあ、上顧客といいますか、よく買われてらっしゃる方のみに、うん、まあ、こういった分にね、先行でね、限定アクセスで買える、まあ、そういったイベントとかやってるんですけど、今回このエアジョーダン1廃用時のパロニモンもになってるということでリークやってたんですけど、はい、まあ、結構早い段階でね、公式写真出てきてて、まあ、これ海外の話になるんですけど、小売の方であったりとか、まあ、限定アクセスの情報出てきてるんで、まあ、前倒しの発売はアメリカのスニーカーでちょっとありえるかなと思ってるんですけどね。そうですね、はい、その時に、まあ、どれぐらい売られたかと出てくると思うんで、またやりたいなと思ってるのと、やっぱり日本のスニーカーズの方に早く9月2日なのか分かんないんですけど、発売の情報がね、まあ、ロードアップされてほしいなと思ってるんですけどね。まあ、抽選とかね、できるかされば、はい、できる限りちょっといろいろ、ね、そうなんですね、したいなと思うんですけど、ね、はい、本当にね、これ定価で買いたいんで、うん、そうなんで、最近僕らね、全然スニーカーズで買えてないんでね。そうですね。そうなんですよね。はい。まあでもこれ値段がね、はい、多分高い値段になる。定価がね、はい、そうなんですね。まあ、複数当選しちゃうとちょっと困るなっていう気もしちゃいますけどね。はい、で、これがね、その日本のね、まあ、ほう定価上がってるんですけど、二ユーズの方でいくらになるのかすごい気になるなっていう感じなんですけど、ね、そうですね、いきなりなんかね3万5000とか初日とかについてたらちょっとびっくりするなっていう感じなんですけど、まあ、もうちょっと二次流通でかなり諦めちゃいますね、そうだとね、はい、ダークモカが発売された時って、うん、発売されたその日からすごい値段ついてたんで、あ、そうでした、2、3日したらもう4万手前までタッチしたような感じだったじゃないですか、うん、なんでちょっとこれ怖いなと思ってるんで、うん、まあ、ぜひとも定価で書いたらいいなと思うのと、うん、まあね、9月に発売予定なんで、まあ、だんだん涼しくなっていって、まあ、秋冬に使っていただけそうな一足といいますか、そうですね、はい、はい、欲しいなと思ってるんで、うん、はい、まあ、僕らこれ同じようにしようかなと思ってるんですけどね、はい、はい、で続いてなんですけど、エアジョーダン6のローで PSG ですね、はい、こちらの方がホリデーシーズンに発売じゃないかと、ね、そうなんですね、はい、これに関して、ナイキの方からもう公式写真が出てきているんで、はい、発売が近いんじゃないかと言われてるんですよね、うん、はい、このエアジョーダン6のローでパリサンジェルマンとのコラボで、まあ、過去にエアジョーダン6でパリサンジェルマンの
のコラボとかあったんですけど、まあ、全然カラーであったりとか違うんですよね。使われてるカラーっていうのはグレーのカラーを基調にしてまして、ところどころ差し色でオレンジのカラーが使われてるんですよ。かかとの部分を見てもらうと、バータグのようなもので、まあ、オレンジのカラーになってるんですけど、はい、で、まあ、これグレーのカラーの部分っていうのはスエードになってて、まあ、エアジョーダン6ローでちょっとこれも写真見てもらいたいんですけど、シュータンのあたりになんか取り外しできるようになってるんですよ。いや、なんか、なんすかね、なんかパチってなってますよね。パチってな部分ありますね。そうなんですよね、はい。まあ、足入れやすくするためなのかなってちょっと思ったんですけど、例えばシューレース緩めたりするのに、ちょっとそこを開くことによって、まあ、足入れとか楽になるのかなと思ったんですけど、これエアジョーダン6ってこんなデザインなかったっすよね。ないですよね。僕はあの PSG 一つあのエアジョーダン6とのカーボン持ってるんですよ。持ってるんですよ。持ってるんですよ。こんなついてなかったと思うんですよね。これ多分ローのタイプなんで、こういうふうになってるんじゃないかなちょっと思ってるんですけど、うん、まあ、こちらの方はね、まあ、ホリデーシーズンと言われてるんですけど、このタイミングでナイキの放射陣が出てきてるんで、おそらく、9月10月頃には発売されるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、はい。で続いてなんですけど、エアジョーダン4のこちらウィメンズになるんですけども、はい、フローズンモーメンツですね。そうですね。こちらが8月の26日発売予定ということですね、はい、今月発売予定で、うん、まだ日本のスニーカーズには来てないんですけど、うん、ナイキの方から高写真が出てきまして、ちょっと見栄えなんですけど、以前アッパーの赤いのこのグレーのレザーの部分っていうのが、うん、エナメルじゃないかってさせてもらってたんですけど、これ海外のスニーカー系サイトを見ると、このグレーのアッパーの部分のレザーの部分がプレミアムレザーとしては書いてなくて、エナメルとかパテントっていう言葉は書いてなかったんですよ。あ、そうなんですね。はい、持ってらっしゃる方の投稿を見た時は一瞬パテントとかに見えたんですけど、多分そうではないのかなっていうふうに、まあ、そういうの書いてなかったんで、はい、でそれ以外のグレーのカラーの部分を見てもらうと、これステードもそれは使われてるんですよね、はい、やっぱり面白いのはシューレースのあたりのこのウィングフラップであったりとか、メタリックシルバーのパーツが使われてるんですけど、あ、まあ、こちらの今月発売予定で、ウィメンズのね、サイズ転換になるんですけど、これね、アルリーカーカウントサイズは今日言ってたんですけど、かなり数が多いんじゃないかっていうようなリークがありましたね。そうなんですよね。このあのシルバーチックなね、はい、あの感じもいいですし、あとこのあのエナメルじゃなくてね、はい、あのタッカーの強いね、あのプレミアムレザーが使われてるところもいいですよね、はい、で気のせいか、はい、なんか集団ちょっと長く見えます。なんかねちょっと長めに見えますね。そんな気がしますよね、うん、はい、まあ、こちらは今月発売予定ということで、海外スニーカーゲーサイトで改めて今日紹介されたんですけど、はい、はい、エアージョーダン4といえばね、はい、レッドセンターの方がね、9月9日ということで、いよいよもうあと1ヶ月で発売ということなんですけども、はい、まあ、パロミのね、9月の2日に発売されるんじゃないかということで先ほど言わせてもらってたんですけど、このエアジョーダン4のレッドセメントは US のスニーカーズの方にもう発売状来てるんですよね。日本のスニーカーズはまだ来てないんですけど、9月に狙っているスニーカーの、まあ、一つなんですよね、これがね、はい、僕はこれオランジャーにしようかなと思ってるんですけど、US のスニーカーズの方でこの間ゲリラで発売された時は、メンズのサイズと GS のサイズ足して大体ね8万5000足前後がリリースされてるんですよね。あ、なんで、まあ、まだ日本の発売情報出てきてないんですけど、9月の9日に来たらですね、ちょっとオランチャーにしようかなと思ってる、まあ、そんな急ぐなんですけど、はい、はい、で続いてなんですけど、エアジョーダン5のバーガンディですね、こちら8月の29日発売予定ということなんですけども、はいはい、これも今月発売予定で、以前から紹介されてもらっている2006年に発売されたエアジョーダン5のバーガンディの復刻なんですよね、はい、あ、まあ、このバーガンディのカラーに中端の部分が、まあ、グレーのね、このリフレクトの素材が使われているこのエアジョーダン5のバーガンディなんですけど、うん、まあ、こういったように特別な仕様のボックスになってて、まあ、今月末にね発売されるということでできてたんですけど、まあ、日本のスニーカーズにはこれ来てないんですよね。そうなんですね、はい、まあ、5本過ぎぐらいにもしかしたらね、日本のスニーカーズの方に発売情報出てくるのかなちょっと思ってるんですけど、はい、はい、でそんなねエアジョーダン5といえば、まあ、このバーガンディもかっこいいと思うんですけど、僕的には11月の22日発売予定のアママニエルとエアジョーダン5のブラックが欲しいんで、はい、そうなんですよね、はい、かっこいいですよね。日本の発売があったらいいんですけどね、はい、どうなんですよね、また情報ちょっと、ね、ああ、そうなんですね、何とも言えないですけど、はい、スニーカーズやったりとか、アトモスさんってね、アママニエルとジョーダンブランドのコラボを打ったりとかしてるんで、過去に、うん、まあ、来てほしいなと思ってるんですけど、ね、そうですね、はい、まあ、気になるのはね、ウィメンズのサイズで昨日お話させてもらってるんですけど、うん、エアジョーダン5のアママニエルのコラボでウィメンズでリフィーズドブルーって言われるものが、うん、今後ね、
まあ、11月の22日同じ日に発売されるんじゃないかと言われてるんですけど、はいはい、あの実物の投稿がねチラ見せだけであって、あの全体が分かるような写真出てきてないんで、まあ、それ今後、出て次第ですね、こちらでまだね紹介したいなと思ってるんですけど、はい、はい、続いてなんですけど、ユニオン LA と BBS とエアジョーダン1ハイウジのコラボですね、はい、はい、これがね海外の、ユニオンの方では8月24日の発売で、ここには書いてないんですけど、うん、まあ、昨日にも話してもらってるんですけど、日本のユニオンの方ではこれ8月25日発売なんですよね。そうなんです、ね、まだ抽選上はできないんですけど、うん、そういった中ナイキの方からこういったふうに公式写真が出てきているんで、うん、おそらくなんですけどこれスニーカーズの発売で後日あるんじゃないかなという踏んでるんですけどね。あ、公式写真が出てきた、ね、あ、そうなんですよね、出てきたことによって、まあ、可能性あるかなっていうのを思ってるのは、というのも、ね、以前話させてもらってるんですけど、うん、EU のスニーカーズに8月の26日に売るんじゃないかっていう情報がねリーク出てきてるんで、はいはい、まあ、こういったふうにナイキの方から公式写真が出てきてるんで、まあ可能性あるかなと思ってるんですけど、まあ、最近スニーカーズに来たところで買えるのかなと。そうなんですよね、なかなか最近買えてないですからね、はい、ユニオンさんの方で買うのなんてもっとハードル高いですからね。そうです、ね、僕らは買えたことないですからね、一回もね。僕はありますけど、ね、あ、そうなんですよね、僕はありますけどね、はい、まあ、改めてちょっとこの公式写真見てもらいたいんですけど、うん、まあ、このベースっていうのがエアジョーダン1汎用 G のニュートラルグレーを彷彿させるようなベースになってて、うん、まあ、やっぱ面白いのはウーブのデザインですよね。そうですね、はい、で全体的に、まあ、ユーゾー加工のようなものがかかってて、まあ、ボックスもこういった特別仕様になってるんですよね、はい、でシューレースの貝が2本ついてて、うん、1つはホワイトのカラーからグレーのカラーに切り替わってるようなシューレースが1本と、もう1つはユニバーシティゴールドのカラーのシューレースがついてるんですよね。でね、これ今まで持ってらっしゃる方の投稿とか見てて、あの知らなかった部分が一つだけあったんですけど、公式写真が出てきたことによって分かったんですけど、これインソールグリーンなんですね、これね、グリーンになってるんですよね、カラーの方が、はい、まあ、おそらくこれかかとの部分に入ってる、BBS のデザインのカラーと合わせてると思うんですけど、はい、これ、まあ、出てきた時から紹介されてもらってるんですけど、今ではめっちゃ欲しいものになってるんで、まあ、ぜひとも今月買えたらめっちゃ嬉しいなという感じなんですけどね。はい、ちょっとねボックスも気になりますよね、デザインが、ね、あ、そうなんですよね、はい、96サマーっていうようなデザインが入るんですけど、うん、はい、でこれとまたね同じ日に発売されるということで、以前から紹介されてもらってる、うん、ジョーダンエレメイトハイと BBS ユニオンのコラボのウィメンズがね、またこれ8月のこれ、まあ、24日ってなってるんですけど、うん、日本のユニオンでは8月25日発売予定で、はい、これもまた公式写真がないから出てきているんで、まあ、スニーカーズの発売可能性あるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい、まあ、ただこれウィメンズなんでね、まあ、僕ら2人は狙ってはないんですけど、そうですね、まあこれかなりね、はい、あの厚底と言いますかね、そうなんですよね、はい、まあ、ソール厚いんでね、そうなんですよ、はい、まあ、こちらの方がね、ナイキの方が公式写真が出てきているんで、まあ、2足ともおそらくユニオンで打った後に、まあ、日本のスニーカーズの発売可能性あるんじゃないかなと思ってるんですけどね、はい、はい、で続いてなんですけども、エアージョーダン1ミッドになるんですけども、はい、ブラックトゥーグレープです、ね、あ、そうなんですよね、はい、こちらの方はナイキの公式写真が出てきまして、発売が近いんじゃないかということで出てきたんですけど、うん、まあ、ちょっと面白かったんで、まあ、ブラックトゥーということで、まあ、ホワイトとブラックのカラーで構成されてるんですけど、後の部分見るとカラーが、ブルーのカラーとパープルのカラーに切り替わってるんですよ、ね、はい、はい、まあ、上から撮ってる写真見てもらうとパッと見このエアージョーダン1ミッドのパンダにも見えるんですけど、うん、まあ、パンダベースのエアジョーダン1ミッドにかかとの部分に、まあ、こういったブルーのカラーであったりとかパープルのカラーが使われているエアジョーダンミッドが発売されているので、はい、出てきてたんでちょっと紹介されてもらったんですけど、やっぱりパンダのカラーね、ナイキが言うには、試食がすごくいいらしいんで、まあ、ちょっとそれをね、まあ、擦ってきて、まあ、ちょっとかかとの部分でカラー変えてるんですけど、うん、はい、まあ、おそらくこういったエアジョーダン1ミッドが今後出てくるんじゃないかとちょっと思ってるんですけどね、かかとの部分はカラーが違うような感じじゃないですけど、そうですね、はい、はい、で続いてなんですけども、エアジョーダン1ハイオージーサミットホワイトオブシディアンですかね、そうす、こちらが、来年の夏発売予定ということで、はい、これ以前紹介させてもらってるんですけど、うん、このエアジョーダン1ハイオージーのサミットホワイトオブシディアンなんですけど、僕がよく見てるリークアカウントサイトで、まあ、この人が作るモック画像割と当たってるんで、うん、その人が作った新たな以前紹介されてもらったエアジョーダン1ハイオージーのサミットホワイトオブシディアンの方が出てきてるんでちょっと見てもらいたいんですけど、以前紹介したこのエアジョーダン1ハイオージーのサミットホワイトオブシディアンと違うモック画像になってるんですよ。あ、そうで、こっちの方がかっこいいなと思ったんでこちらさせてもらいたいんですけど、まあ、カラーの方がツートンカラーブロッキングでホワイトのカラーとオブシディアンのカラーが使われてるんですけど、うん、これアウトソールがねガムソールになってるんですよね。そうなんですよね、はい、これこのままで発売したらちょっと欲しいなと思ってるんですよね、実は、うん、はい、こちらの夏頃に発売されるんじゃないかということで、まあ、おそらくこっちの何すかねリークのモック画像で来るんじゃないかと僕思ってるんで、うん、改めて紹介されてもらったっていう感じなんですけどね、はい、はい、で続いてなんですけど、エアジョーダン1ハイオージーのウィメンズになるんですけども、はい、
ミディアムブラウンですか。はい、これも夏発売予定で、以前紹介されてもらったモック画像で、はい、また違うモック画像が出てきて、おそらくこっちになるんじゃないかなと思ったんで、うんうん、改めて紹介されてもらいたいんですけど、このエアジョーダン1汎用時のルイメンズで、パッて見たときに、あれなんですよね、ハロウィンのね、まあ、ブロッキング逆にしてるような感じなんですよね。まあ、似てるのはどう思いますね。そうなんですよね。うん、はい、まあこのモック画像を見る限りでは、シュータンの部分の内径やが、まあ、別にゴールドのカラーは使われてるわけじゃないんですけど、うん、こういった、ブロッキングで、ウィメンズのモデルで、来年夏頃に発売されるんじゃないかと出てきてたんですけど、これだったらちょっと欲しいなと思ったんですけどね。ああ、そうですね。そうなんですよ。うん、はい。まあ、これに関しても、まあ、先ほど紹介させてもらったウシーアンであったりとか、うん、このブラウンに関しても、あくまでモック画像なんで、うん、もしかしたらまた違うね、ものになってるかもしれないんですけど、まあ、僕がよく見てるウィーカー感じサイトで、彼が作る、モック画像割と当たってるんで、はい、まあ、ちょっと紹介させてもらったっていう感じなんですけど。はい。はい、続いてなんですけども、はい、エアジョーダン1廃用時ウィメンズになるんですけども、はい、サテンブレッドですね、はい、こちらが10月の18日発売予定ということなんですね。そうなんですよね、はい、まあ、これに関しては以前はさせてもらってるんですけど、2016年にニューヨークに500一足だけ発売されたエアジョーダン1廃用時のサテンブレッドってやったんですけど、はい、まあ、それを復刻と言いますか、はいはい、ウィメンズのサイズ展開で、ただね、これ海外のスニーカー系サイト書いてたんですけど、うん、今回拡張サイズへの展開はないっていうことらしいんで、海外でも、うん、はい、大きいサイズは期待できないというふうに書いてましたね。ああ、そうなんですね、はい、でそれプラスね、持ってらっしゃる方の最新の投稿でこういった写真が出てきてるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、付属のね、こういったね、キャンバスのね、トートバッグついてるみたいなんですよ、ね。ああ、そうなんですね。はい。このシューズを入れるためのトートバッグがついてて、まあ、ジャンプもある方が真ん中にドカンって入ってるんですけど、うん、まあ、それ以外に、シューレースの替えがね、ムーブトゥゼロって書いてる箱に入ってる、まあ、写真で写ってると思うんですけど、はい、はい。まあ、付属でこういったね、トートバッグがついてるということで、新たに紹介されたんですけど、うん、はい。まあ、僕ら的にはね、2025年の2月じゃないかって言われてる、うん、エアジョーダン85の、まあ、ブレッドの方がね、気になりますよね。そうですね、はい、まあ、出るんじゃないかってあくまで噂なんですけど、うん、はい、シカゴじゃなくて2025年は85シリーズでブレッドが来るんじゃないかって言われてるんですけど、はい、はい、あの前にもね、はい、エアジョーダン1ハイオージーで、ウィメンズになるんですけども、はい、サテンのねものっていくつか出てるんですけども、ね、はい、まあ、まあこれまでもね欲しいなと思いながらもね、はい、結局日本やとやっぱサイズがなくてですね、送ってくんないんで買えてないというような感じですけどもね、はい、でこれに関しては拡張サイズがないらしいん で、 で、ね、海外での今回大きいサイズも、まあ、期待できないかなという感じなんですけど、そうですね、はい、はい、で続いてなんですけども、なんか最近、はい、ナイキのスニーカーが盗まれるというか、はい、盗難事件が起こってるんですか。そうなんです。そういった報告書をねまとめている、うん、海外のスニーカー系サイトがあったんですけど、はいはい、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、最近ね僕らの古い動画をさせてもらってるんですけど、はい、ナイキのポートランドにあるある店舗が、うん、ほぼほぼ毎日万引きにあってて、一、うん、回店舗を閉めたっていう話してたと思うんですけど、ね、安全対策のためじゃないですけど、うん、でそれ以外にも動画やってるんですけど、メンフィスのナイキの倉庫のトレーラーが一気にスニーカーがパクられたっていう話をやってたんですよ。それで納期が遅れたというか、ありました、ね、遅れたみたいなのもありましたよね。はい、あのエアジョーダンイレブンのチェリーが結構取られて、うん、一旦なんか発売が延期になるんじゃないかっていう話とかもあったんですけど、うん、でそれ以外にも、配送会社のね、うん、まあ、皆さん真面目に働いてらっしゃる方ばっかりだと思うんですけど、うん、まあね、あの悪い方もいるんで、うん、まあ盗んだりとかしてる方法があったんですよね。ああ、そんなのありました。配送会社の方がね、うん、はい、で。そういったものをまとめて、うん、ある報告書が出てたんですけど、うん、2020年に比べて、はい、2023年の上半期は、うん、そういった盗難のね、ナイキのスニーカーの事件が、ね、63% 増えてるらしいんですよね。63% 増えてるんですか？ってらしいんですよ、ね。はい。で、その報告書に書いてるんですけど、うん、ナイキは今まで、ボット対策であったりとか、うん、レアなスニーカーが、まあ、転売屋の中に買われてしまって、うん、一般のね、本当の欲しいっていう方の手元に、まあ、行かない対策をね、考えてもらってたんですけど、うん、ここに来て、そういうね、ボットの対策もそうなんですけど、盗難の対策もね、真剣に考えないといけないっていうふうなことが書いてありました。あ、もう、オンラインだけじゃなくて、リアル店舗もなんかいろいろしていかない。そうなんですよ。はい、まあ、僕らもね何億円分ぐらいなんか盗まれてっていう話とかやせてもらってたんですけど、うん、まあ、そういった報告結構僕らの方にやってるんで、うん、確かにごそって行かれる盗難事件多いなと思ってたんですけど、うん、去年よりも今年の上半期に関しては大体 63% 増加してるっていう話が出てるんですよね、うん、はい、思うんですけどスニーカーの万引きなんてね
そのバリバリじゃないですか、こんなでかいもんそうなんですよ、ね、でかいの、はい、どうやってやるんだろうって感じします、ね、なんかね、組織的な犯罪及び、うん、これ、まあ、あくまでも噂なんですけど、うん、店員の方がやっぱり関わってんじゃないかっていうふうにね、うん、書いてましたけど、ね、ああそうなんですね、はい、そうなの、何かこういった報告書があればね、うん、またこちらでご紹介したいなと思ってるんですけど、うん、アディダスの話ちょっとさせてもらいたいんですけど、うん、まあ、この間ね、アディダスのアプリの方で僕イージーのホームランナーのカーボンをね、まあ、あの当選しまして買ったんですよね、はいはい、もう、発送されてて、おそらく明日には届くと思うんで、うん、明日の僕のインスタグラムの投稿でもしかしたら更新されるかもしれないんですけど、はい、そういった中、この間ね、まだ発売されてないイージーのスライドで、ピンっていう方がちょっと気になるって言ってたんですけど、今日ね、これ抽選来てたんですよ、ね。あ、そうなんですか。そうなんです。8月9日のお昼の15時に、実は、アディダスの方からアプリの通知で、うん、これ抽選始まってるって来てまして、はいはい、8月の11日発売で、2日ほどね、抽選設けてるんですよ、うんうん、はい。まだ申し込んでないんですけど、うん、まあ、この間ね、ホームランナー買って、明日届くんで、これでちょっといいかなと思ってるんですけど、まあ、以前渡してもらってるんですけど、イージースライド持ってないんで、まあ、ちょっとこのね、マリーノから気になるなっていう感じなんですけどね。はい、まあ、それ以外にもね、まだ発売されてないモデルが、うん、まあ、今月中にいろいろ発売されるんですけど、うん、この間、ホームランナーのカーボンが発売されたばっかりで、明日届くのにもかかわらず、また別のね、モデルが今日抽選来てたんで、ちょっとびっくりしたなっていう感じです。なるほど。はい。はい、で続いてなんですけど、以前ね、はい、リーグ情報でもやってるんですけども、エアジョーダン1廃業時のシカゴリイマジン堂なんですけども、はい、まあ、こちらの方がね、限定アクセスでの、はい、リストックがあるんじゃないかというようなね、お話があったんですけども、はい、どうも実際には、それ以外にもいろいろとリストックあったと、はい。そうなんですよね。はい、これもともと EU のスニーカーズと UK のスニーカーズの方で、スニーカーズのトップの方に8月の8日に、アプリをローンチして6周年ということで、うん、限定アクセスで、まあ、条件付きなんですけど、うん、くるってのさせてもらってたんですよね。そうなんですね。まあ、で、実際、8月の8日の機能に EU のスニーカーズ、UK のスニーカーズの方で、9時にちゃんと、まあ、選ばれた方の、まあ、限定アクセスが来ててですね、ゴッテムされてる方のとこがあったんですよ。うん、羨ましい。そうなんです。で、それ以外に、これゲリラでね、発売が来た目安にはいくつかあったんですけど。なんですよね。はい。そうなんですよ。ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、まず僕らが買えなかったエアジョーダン1廃用時の UNC2 がありますよね。はい。これがね、限定アクセスじゃないんですけど、ゲリラでいきなり発売されたんですよね。あ、昨日。そうなんですね。はい。で、それ以外に、その、この限定アクセスで来たシカゴの1時間後の朝10時らしいんですけど、うん、それとは別で、まだゲリラで、ナイキ SB ダンクローのフライストリートウェアとのコラボありますよね。はい、この間これ日本にも来てたんですけど。そうですよね。はい、これがゲリラでリストックで発売されたのと、うん、あと、ランダジュエルズとナイキ SB ダンクローのブルーのカラーありますよね。はい、それもゲリラでリストックで発売されたらしいです、ね。あ、そうなんですね。そうなんです。それ以外にもね、去年発売されたエアジョーダン1廃用時のウィメンズのスターフィッシュであったりとか、うん、エアマックスワンであったりとか、いくつかゲリラにリストック来てたみたいなんですけど、はい、そうなんですよね。はい、まあ、UNC2 であったりとか、ナイキ SB ダンクローに関しては、まあ、僕ら書いてなくて、まあ、このシカゴのね、限定アクセスのリストック以外にゲリラで、まあ、その6周年のね、まあ、ローンチを祝ってじゃないんですけど、はい、来てたっていう話なんですよね。うん、はい、でもこれあくまでもヨーロッパと UK のね、うん、まあ、スニーカーズの話なんですけど、うん、まあ、以前から僕らお話しさせてもらってる9月の9日に、まあ、グローバルといいますか世界中のスニーカーズで同時アクセスできる、まあ、リストックがね、うん、あるとお話しさせてもらってたんですよね、うんうん、はい、でその目玉がおそらくエアジョーダン1廃用時のロスト&ファウンドのシカゴじゃないかっていうのはさせてもらってたんですけど、はい、またね今日はリークアカウントサイトの方が噂ではやっぱりこれ来るんじゃないかっていうふうな、あのリークがまだ出てきてたんですよね。まあ日本も対象であってほしいですね。あ、そうなんですよね。9月の9日に一応そのスニーカーズデーとしてですね、うん、まあそういったね、リストックであったりとかレアなスニーカーの発売があるっていうのは話があるんですけど、韓国のスニーカーズの方にはもうそれ項目来てるんですよね。あ、そうなんですね。あ、そうなんですよ。はい。で日本のスニーカーズであったりとかアメリカのスニーカーズの方にはまだ来てなくて、アメリカのスニーカーズの方には9月の9日には来るって言われてるんですよ。アメリカ初って言われてたんですけど、はい、その9月の9日がまあ、一応ね、世界中のスニーカーズのアクセス可能ということらしいんで、まあ、日本のスニーカーズの方に早くそのね、韓国であったりとか EU のスニーカーズの方に来てる項目が早く来てほしいんですけど、うん、はい。まあ、今後ね、はい、こういったリストとかね、日本に来ることもちょっと期待してですね、はい、また情報が何か出てきましたら、こちらで紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。はい、でした。さよなら。
rape is evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.